OK! では早速やってみますね。まずパカッと開けて A4 の用紙を差し込みます。差し込める幅は A4 の横のサイズまで、縦はちょっと難しいです。指示線がここ溝になってるんですね。そこに切る場所を合わせてレバーを滑らせるだけ。パカ。今度はラミネートしてある少し厚みのあるものを切ってみますね。同じようにパカッと開けて差し込む。あ、ずれるからちょっと端に合わせた方がいいですよね。さあ、パカThank you.
Thank you.